予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あれは調査兵団か。私は駐屯兵団リクンで、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここは駐屯兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは、巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ、駐屯兵団。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって時間を稼ぐんだ。本体が離脱する間、巨人を引きつけるぞ。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるな。足の速い巨人はおびき寄せて、一匹ずつやるしかないんじゃない。急に寄せた。急いで行かねえと。どうも出世か。口消してやる。もっと殺す。やってやる。悪い、恩に着る。やってやる。
動きが読めず厄介だ。先に仕留めるぞ。助かった。ついてこい。私も行こう。助かった。頼んだぞ。私も行こう。
危機は切り抜けたようだな。しかし妙じゃねえか、穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消し、単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地